7ヶ月ぶりのスタジオ、超久しぶりのスタジオ公演でした。ギフトありがとう。頑張ったね、ありがとう。ありがとうね、来てくれて。靴？そう、靴脱げそうだった途中紐がほどけて。ありがとうね。そうです、あの今日はね、ありちゃんさんの生誕祭だったんですけど、卒業発表がありました。リオ泣いちゃった寂しくて寂しくてヘタレたちを泣いちゃったんですけど、でもありちゃんさん、まだ頭は落ち着いてないんですけど、スタジオとかもね、引っ張っていける存在になれるように、ありちゃんさんを継いでなれるように頑張ります。リオが尊敬する先輩の一人なので、もうアクターズの時から憧れてたし、寂しいんですけど、でもありちゃんさんのね、決めた道を応援しようと思います。ゆうとありがとう。キラキラしてた？いや、事前に知ってましたよ。あの公演始まる前にみんなで円陣をするんですけど、その時にありちゃんさんから、あのみんなに発表するよってお話をしてもらって、知ってたけど寂しい。で、今日は3期のヒータンがね、初日だったんですけど、ヒータンが初日でした。なんかもう今日さ、いろんなことが多すぎて情報量多くないですか、今日の公演今日の公演情報量多くて、だって愛子寺さんも最後のスタジオで、でね、リオはですね、シンポジでした。そのポジションはですね、なんとミチさんのポジションを引き継がせていただき、はい、あの今村美月さんのポジションを引き継がせていただきました。そうだから本当に結構不安だったし、めっちゃ緊張した。でポジションもいつもと違うし、あのいつもリオが前スタジオ出てた時は池ちゃんさんのポジションだったんですよ。そうだから池ちゃんさんのポジションだったから、今日初めてみちゅさんのポジションをしたんですけど、
あの初めてやる曲もあって、ユニットの臭いものだらけと奇跡は間に合わないを初めてやったんですよ。そう、初めてやりました。顔に出てた。フォローありがとう、ゆうたありがとう。素晴らしかった本当。そう、結構覚えるの大変だったんですけど、でもその初めてやる曲、臭いものだらけとか奇跡は間に合わないとかも結構やってみたい曲だったからできて嬉しかった。頑張りました。リオ褒めてください。褒めて。ありがとう。確かになんか今日目ん玉がキラキラしてる。ありがとう、褒めてくれて。あとね、あの初めて臭いものだらけと奇跡間に合わないも初めてやったし、あとヘタレたちよのセリフ、いやヘタレたちよのセリフ今まで言ったことないんですよ。今日初めて言って、そう最初の期待されてないってすっごく楽なんだよねのとこ、あのあれはセンターの人が言うんですけど、あのヘタレたちよのセリフリを言ったことなくて、で今日初めて言いました。ちょっと噛まないか心配だったんですけど、まあまあ、できてた。よかった。そう、最後ヘタレだってやるときはあるよ、ちょっとイケボイケボで言ってみた。イケボでやりました。やるときはあるよ。今何時だろう、30分になったら男女を見ます。あ、奇跡は間に合わない、よかった、嬉しい。奇跡は間に合わないね、結構ね振りが好きなんですよ。あの帽子がこれさ、高いハーフツインしてるからさ、帽子がねかぶってもこう浮いてきちゃって、これがあるから、そうこれがあるからね帽子が浮いてきちゃうんですけど、だから帽子落とさないように頑張った。今日の T シャツ？ポテト。
ヒーター、そう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 、ヒーター、帽子あの前と後ろ逆にかぶってて、なんかバスガイドさんみたいになってたってなんかみんなで言ってました。ウケる。ブルーローズ似合ってた、嬉しい。鎖骨の形を知ってる。フォローありがとう。初見さんありがとうございます。次フォローしてください。明日も4時起き。ちょっと眠い。明日も4時起きな。フォローありがとう。お腹鳴っちゃった。聞こえた？いや、お腹鳴ったの聞こえましたか？恥ずかしい。お腹鳴った。寝ちゃいそう。起きろ、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 起きろ。30分になったら教えて。時計がないからわかんない、この部屋。時計ないよ。ない。楽しかったスタジオ。うわ、これがスタジオだって思いました。やってる途中でスタジオ結構なんて言うんだろう、終わったらめっちゃやりきった感があるから。やりきった感あるんですよね。そう、体力お化けですみんな。体力お化け。あ、あくびしたから。あくびしたから涙目になりました。ギフトありがとう。そうだ、皆さん多分このあとあのスタジオの TikTok ご覧ください。多分ね、100% かは分かんないけど、
っとこの後スタジオの TikTok 見てね。多分今日乗ります。いや、わかんないわかんない、 100% ではないけど見てね、スタジオの TikTok。 いや、そうなんよね、喉がさ、ちょっともう頑張っちゃったからさ、今もうガラガラで歌えないんですよ。ギフトありがとう。コメントもしてね。リーダー。リーダーはね、アリちゃんさんが決めるから。でも任されたらもう引き受けます。全然責任を持ってリーダーをさせていただきます。任されたら。コメント苦手？なんでもいいよ。何かやらなきゃもったいない、正義のために行け、行った進め未成年中。最初の方、いや、そうなんよ、あれね、よくは外れるんですよ、あのボタンっていうか、あのマグネットみたいになっててすぐ外れるやつなんですよ。だからあの激しく動きすぎてあの外れました。でもあの自己紹介中に他の人がプロなので直しました、その間に。自分でプロなので。あ、30分、誕生読むね。13位、高尾沙耶香34号さん、ありがとうございます。12位、奈良のんがさん、ありがとうございます。11位、ブルースカイさん、ありがとうございます。10位、シャガラピーさん、ありがとうございます。9位、ムムムさん、ありがとうございます。8位、東野タッキーさん、ありがとうございます。7位、台湾高尾さん、ありがとうございます。6位、鈴鹿さん、ありがとうございます。5位、ゆずきちさん、ありがとうございます。4位、あやさん、ありがとうございます。3位、まるともちゃんさん、ありがとうございます。2位、ホタルイカデビさん、ありがとうございます。そして1位はつるぬ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 るパン、リキヤさん、ありがとう。ありがとうございました。皆さん、今日は久しぶりのスタジオ公演、アリちゃんさん、生誕祭、ありがとうございました。来てくれた方も、配信見てくれた方もありがとう。感想とか教えてくれたら嬉しいです。あ、フォローありがとう、ありがとね。タワー、一
1101001000。うん、向かい力おじいさん、たまらだ。なにこれ、かわいい。え、ちょうどさ、リオさん今ハリーポッター見よる系さ、なんかちょっと似とる。嬉しい。なんかハロウィンのクマちゃん、あれ、クマちゃんタワー、ありがとう、ありがとう。それではここら辺で終わりたいと思います。それではバイツー。あ、この後 X と、もしかしたら TikTok 載せる顔なので見てくださいバイツー、ありがとう。今日は